動画の目的。1発射地点の特定。2展望第1の推測。3この場所を選んだ背景の推測。映像を見れば、これゴルフ場。平壌近郊から発射の報道で。これミサイル発射の映像。この川の形に注目。平壌近郊にある別荘横の川。そっくりですね。次に発射場所を特定します。川はここです。川の下側を見てみます。廃別荘があります。ゴルフコースも併設。映像から、ここのグリーンから、発射したのとは違いますね。形状からしてここが怪しいです。増設コースを最近新設したのだろう。ここのグリーンからドカーンと。発射場所の確定。ここに低い丘。遠い山並みの形状。砂丹の白い別荘の建物。この場所で間違いなし。3この場所を選んだ背景の推測。このゴルフコースは2019年4月衛星写真には存在しない。この別荘の関係者多分キム一族の親戚が最近増設したのだろう。で、キム・ジョンウンの激動に触れ、静粛対象となり、わざわざグリーンの真ん中から、見せしめにミサイルを打ち上げた。子供が登場しないのも、知っている親戚が静粛されたので、さすがに出さなかった。最後に、たとえ親戚でも、激凛に触れれば、わざわざ増設グリーンから、見せしめのためも含んで、発射して映像に、残したかったのだろう。しかし、人民は飢餓で苦しんでいるのに、よく、ミサイル発射しますね。お疲れ様。